どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の2020年度の111番から120番までの過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご覧ください。はい。では、早速始めていきましょう。問い111番です。独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページに関する次の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。はい。A のみが違います。医薬品医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出されたときには、ホームページにのみ掲載されますよとありますけど、ホームページのみに掲載されるわけではございませんよね。特に重要な内容が出た場合には、例えば緊急安全性情報というものが出たりとか、それから安全性速報というものが出たりとか、そういったいろんな情報がありますので、なので、そんなところでは、このホームページのみに掲載されるわけではありませんでした。なので、こういったホームページ、ぜひぜひ皆さん、一度はご覧いただきたいと思います。そのあたりもですね、こう、医薬関係者でないと見ることができませんよ、丸か×か、みたいな問題も出てきますので、誰でも見ることができますので、必ずですね、ぜひこのホームページご覧いただきたいなと思います。はい、ということで答えは1番が正解となります。では次行きましょう。問い112番です。一般用医薬品の購入者等に、対するですね、情報提供に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらも答えは1番が正解となります。A、B 正解、そして C が違いますね。添付文章や外箱表示の記載内容が改定された場合、改定された内容が反映されていない製品が流通することはないよとありますけど、いやー、こちらですね、難しいですね。流通されることがございます。少しずつ、切り替わっていくような、イメージしといていただきたいなと思いますので、もうすでに出てるものをですね、回収というところではなく、そのままですね、出して、そして新しく作ってるものはですね、どんどん改定されていきますけど、そんなところでは少しずつ切り替わっていくんだな、というところを、押さえておいていただければと思います。はい。では次行きましょう。ということで答えは1番が正解でしたね。はい。では次行きます。問い113番です。医薬品医療機器等法に関する、に規定する副作用情報等に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちらも答えは1番が正解となります。A、B 正解ですね。そして C、登録販売者には医薬品医療機器等安全性情報を報告制度ですね。に基づく副作用などの報告義務はないとありますけど、いやいやいや、そんなことはないですね。登録販売者も医薬関係者になりますので、報告の義務はありますので、なので C は誤り。ということで1番が正解となりました。では次行きましょう。問い114番です。医薬品医療機器等法の、規定に基づき、医薬品の製造販売業者が、その製造販売した医薬品について行う国内事例の副作用などの報告のうち、15日以内に厚生労働大臣に報告することとされている事項に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。いやー、これ難しいですね。結構これ難易度高いと思いますよ。はい、なので、ここに関するものについては、特に、製造販売業者のことのをまず今言ってるんだなと。いや、関係者じゃないなと。製造販売業者のことについて言ってるんだな。そして製造販売業者のその報告に関しては、15日以内、30日以内というものがそれぞれありました。あとはそれ以外にも定期報告とかっていうものもありますので、なのでそのあたり、表になってるところ手引きありましたね。なので、ぜひぜひそのあたりで確認しておいていただきたいと思います。それで、今回は15日以内にとなっているところなので、B と C と D は15日以内、そして A が
こちらは30日以内というものになりますので、30日以内、他にも何個かございました。あとはですね、研究に関するようなものもですね、こう30日以内というものがありましたので、ぜひぜひそのあたりもう一度確認していきましょう。そして定期報告って何が該当したかなというところもですね、ぜひ確認しておいていただきたいなと思います。はい、ということで答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い115番です。法の規定に基づく医薬品による副作用などが疑われる場合の報告に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A は違いますね。医薬品の誤用によるものと疑われる健康被害は報告の対象とはならないとありますけど、基本的にはどんな健康被害でも報告してくださいねというようなことになっておりますので、なので A は誤りです。そして D です。購入者などから適切な情報を把握し、報告様式の記入欄すべてに必要事項を記入しなければ報告することはできない。そんなことはありません。すべてではありません。わかる範囲で大丈夫ですので、ここのところはすべてというところが誤りですね。なので D は誤り。ということで答えは4番が正解となりました。はい。では次行きましょう。今度は問い116番です。一般用医薬品の適正使用のための啓発活動に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら3番全部正解となりますね。特にこのあたり A、B、C 全部正解なんですけど、気をつけていただきたいのはちょっと書いてみました。 6.26 国際麻薬乱用撲滅デーというところで、6.26 というところですね。それからあとはダメ絶対に関しては、6月20日から7月19日の1ヶ月間となっております。そして薬と健康の習慣、今回ここには出てきておりませんけど、こちらの啓発活動に関しては薬と健康の習慣は、10月17日から23日の1週間となってます。薬と健康の習慣なので1週間というところですね。ぜひぜひ、日付も日にちもですね忘れてしまいます。ここも引っ掛けてくることがございますので、ぜひ、このあたりしっかりともう一度確認しておきましょう。よろしいでしょうか。ということで問い116番は3番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い117番です。医薬品の副作用などによる健康被害の救済に関する次の記述のうち誤ってるものはどれでしょうかということで、誤ってるのは、答えは3番が誤っておりますね。どこかというと、3番医薬品副作用被害、被害救済制度では健康被害を受けた本人または家族の給付請求を受けて、都道府県知事が判定した結果に基づいて、各種給付が行われますよとありますけど、これ知事ではなく大臣が判定していきますよね。薬事食品衛生審議会が、しっかりと判断をしていきますけど、そして、最終的に大臣が判定をして、そして、各種給付が行われるような形になりますので気をつけておきましょう。あとは、給付請求を出すのが本人または家族、ここも引っ掛けてきますので、たまに、治療に関係したドクターが、医師が請求してきますよとかありますけど、それは違いますから、本人または家族、そういうところも気をつけておきましょう。はい、ということで問い117番は3番が誤っている記述になりました。では次行きましょう。問い118番です。医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ということで D のみが違うんですけど、こちら障害児養育年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある20歳未満の人を、違いますね。20歳未満ではなく、こちらは18歳未満となりますので、はい、ここのところ十分に気をつけておきましょう。ということで、答えは1番が正解でした。では次行きましょう。はい、今度は問い119番です。次の一般用医薬品のうち、適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害が生じ、医薬品副作用被害救済制度の対象となるものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。人体に直接使用する、殺菌消毒剤ですね。はい、人体に直接使用するものは対象となりますけど、直接使用しないものは対象となりませんので、このあたりどれが対象となってどれが対象とならないのかというところをしっかりとこのあたりも、テキストなのでもう一度復習していきましょう。はい、そして最後です。問い112、120番ですね。一般用医薬品に関する
主な安全対策に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は、いいですかね、アンプル入り風邪薬に関しては死亡例が発生しましたよというところで、アンプル入り風邪薬の回収が要請されましたよということで、ここも死亡例が出たのか出てないのか問われることがありますので十分に気をつけてください。そして B です。塩酸フェニルプロパノールアミンが配合された一般用医薬による偽アルドステロン症の副作用、違いますよね。これ、ギーアルドステロン症じゃないですよね。出血性脳卒中とか脳出血とかそういった、ところの内容となりますので、ギーアルドステロン症だったら、例えばグリチルリチン酸とか肝臓とか、そういう話になってしまいますから、ちょっと違うなと気づいていただければいいかなと思います。ということで、B は誤り。はい、そして C は正解ですね。慢性肝炎。患者が詳細ことにを使用したことによって感染範囲が出ちゃいましたよというところで緊急安全性情報、ここもですね死亡例が出ているというところで緊急安全性情報が出ましたよというところになります。はい、そして D です。あ、これ誤りですね。2003年5月までに一般用風邪薬の使用によるものと疑われる出血性脳卒中、って思っちゃうんですけど、ここ違うんですね。これ、間質性肺炎ですね。間質性肺炎が、該当してきますので、ここの出血性脳卒中というところが誤りとなります。はい、ということで、答えは、4番が正解という形になりました。はい、ここまで、大丈夫だったでしょうか。第5章。後半戦はですね、そんなに難しいところは、まあ、ちょっとありましたけどね、多くはありませんでしたので、ぜひぜひ、点数稼ぐところになりますので、しっかりと頑張っていきましょう。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ下の概要欄にある LINE アットなど登録していただきますと、いろんな質問をお受けしたいと思いますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。